始まりましたムチムチサウナ。本日は京都祇園市場にある恵比寿川餃子さんに来ております。恵比寿川餃子、餃子、まあ、ちょっとよくわからないので早速中に入っていきましょう。でれん、もうこれいいんですかね。どういうことですか。すごい、普通にみんな餃子食べてる。あと衣装の重い見て、めっちゃスイスイ来ちゃったけど、めっちゃ普通にみんな餃子食べてます。 YouTube の撮影なんですけど、餃子食べてますよね。あ、めっちゃ美味しいですよ。すごい、めっちゃ美味しいですよ。本当です。後でいただきます。でも見えちゃって私ですか。サウナって書いてある。でこれをもう渡されていた。私これはもうここですよね。絶対にここですよね。開きました。店内を歩いてきて一番奥に、はい、なんか夢みたいなんですけど入りますね。あ、でもサウナスパ健康アドバイザーある。これ私も持ってるんですけど、すごいです。ダイソンの、でもサウナの前にアメニティがすごすぎて全然入ってこないじゃない。ダイソンのドライヤー、白の、え、これすごくないですか。全部白なんですよ。白っていう女の子が大好きなブランドなんですけど、クレンジングとか化粧水が全部白。ちなみにさっきフレグランス、ルームフレグランスも白でした。すごい。そして見てください、入浴中のお楽しみ、ビール、バイスサワー、アイスキャンディーサワー、オロポもある。すごい、めっちゃ楽しい。では、え、着替えしてシャワーに行きますね。行きます。せーの、はい、着替えました。じゃん。本日の水着のポイントは餃子を意識した茶色。どうですか、餃子に見えてきましたか。はい、では早速中に入りましょう。デデン、餃子屋の奥とは、サウナ、水風呂、待って、奥にもドアがある。え、どうしよう、これはでもご紹介する前に早速サウナに入っちゃおう。サウナに入ります。で、はぁ、すごい、わぁ、すごい、一緒に入っとこう。暗くてさ、映んない。見てください、これこのなんて言うんでしたっけ、ランタンみたいな、ストーン、あ、ストーン見えない。じゃん、このうわぁ、チルドン風流で、じゃあもう一つ、広角だから映るかな、この感じ。お、こっちに座った方が映るか。80度、90度、ローリューしたら90度超えますね。すごい、円がね、綺麗、チルイチルイ。餃子屋の奥にこんなサウナあるのすごくない。チルイ音楽が流れている。私、重要なことを聞くの忘れちゃった。ここって1時間貸しからですか？1時間貸しからで3名かな？ 2 名？ 4？ 最大4名。料金は載せときます、テロップで。ででん。今これ撮影しているのが12月の5日というもう12月の真っ只中なんですけど、なんと恵比寿川餃子さんで、何ですか、京都サウナ会？でも茶道関係の、なんかでも京都の茶道の撮影の時に多分エキストラで出てはった人、皆さんも出てたし、サウナだし、茶道のプロデューサーさんがいて、こんなことあります？私引き強くないですか？引き強い街、強すぎ、ひどく言っちゃった。皆さん見てくださってますか、先ほどあった皆さん。これ1ヶ月後とかにされてるかな、放送。そう、座敷に、お座敷に 10名ぐらいの団体さんがいらっしゃって、撮影始める時もなんか笑顔でこう見ててくださったんですよ。でスタッフさんが話したら茶道のプロデューサーさんだということが発覚して、今ご挨拶に行ってまいりました。ご縁ですね。もう汗かいてきましたよ。はぁ、あ、気持ちいい。
素敵だな。餃子食べてからいつも入ってますか？食べる前食べて、餃子食べて、ビール、サウナ入って食べてボケすぎ。何回目ですか？2回目です。2回目、はい、じゃあ今日この撮影終わったら普通に入る？普通に入ります。もう入りたいです。あ、すいません。この撮影は今フロクラブさんがしてくださってて、忘年会サウナですね。じゃあそうですね、次はみんなで忘年会で集まってサウナ入って餃子食って酒飲んで。そうですね。うわ、素敵。あ、高温注意になった。気持ちいいですね。汗かいて、ちょっとお腹が今日ポニョポニョ。昨日まで北海道にいて、北海道でジンギスカンとお寿司と味噌ラーメンと黒毛和牛とパフェと、あと何食べたかな、ロールパン。もう本当に北海道の名産物も全部食べました。お腹がポニョポニョです。で、次の日に京都に来ています。昨日は初めての熱波のイベントで、サウナ室25名ぐらい抽選で入れるんですけど、こちらの皆様に1人3回ずつ熱波させていただいて、私の貴重な熱波師デビューをありがとうございました。はぁ、気持ちいい。めっちゃ汗かいてる。今日めっちゃ寒いんですよ。多分10度ぐらいなんですよ今。全然寒くない。もうめちゃくちゃ気持ちいいですよ、風が。ここから来るの？もう来たのかな？来てない。来てないかい。楽しみ。ちょっともうここで待機して、これで目合っちゃうのかな。餃子食べるんで、ちょっと撮ろう。餃子食べながら締めコメント撮ろう。ボロポ飲み干します。後ほど。いや、すごかったんですよサウナ。ちょっと締め、これ締めなんですけど、実際サウナ室ロウリュした時60度ですよね。激熱の水風呂も14度ぐらいでした。最
最高でした本当に。で私はあの整ってから外でそのままバイスサワー飲んじゃったのでもうこんなに酔っ払っているんですけれども、餃子も頼めるんですか向こうで。中では食べれない。食べれるのは飲みだけでお願いしてるんです。でも中で飲めるんですよお酒も。オロポも最高。そして今なんとなんか京都で皆さんサウナーの皆さんが忘年会やってるのに出くわしてしまって、私は今サウナーのお宅の皆様のサウナ話で盛り上がっております。素敵なレミスガー餃子さんでした。え、予約はオンラインの予約フォームがあるんです。インスタグラムがございまして、じゃあインスタグラムのレミスガー餃子さんのアカウントからホームページ飛べるみたいなので、もしくは餃子湯でググってもらったら普通に出てきます、はい、だそうです。餃子湯で皆さんググって予約してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。それでは私はまた餃子を食べてきます。バイバイ。